った風ではありませんが、少し中盤戦とは風向きが変わってきたような感じがいたします。今現在はバンク内の吹き流しを見ましても、あるいはバックの旗を見ましても、バック向かいのようにも見えますし、あるいは時折バックからホームに向けての横かといった状況にも見えますし、少し微妙な風向きにはなってきています。全日本選抜の大会の初日、レースはいよいよここから特選3番勝負です。10レース1つ目の特別選抜予選を迎えます。3着までに入りますと、明日はシード番組スタールビー賞へ駒を進めることができます。10レース1つ目の特選、では対戦メンバーです。1番山口の桑原大志、2番京都の稲垣博之、3番埼玉の平原浩太、4番岡山の岩津雄介、5番は千葉中村博史、6番福岡坂本龍馬、7番奈良三谷隆起、8番大阪稲川翔、9番茨城吉田拓也。10レースの特選は以上のメンバーによって争われます。自力タイプは三谷隆起と吉田拓也、チャレンジャーの吉田拓也がまずはこのレースを腹を切っていくかどうか。人気の中心は埼玉の平原浩太に集まっています。地元記念では優勝ならずといった結果ではありましたが、安定した成績を残しています。そして三谷隆起、吉田拓也の挑戦を受けて立つ立場の7番の三谷隆起、あとは岩津桑原もラインを組んでいきます。坂本龍馬が短期といった選手紹介になっていました。10レースの特選、号砲鳴って10レースのスタートです。短期の坂本がまずは出まして、残りの8選手はまだ牽制が入っています。どうでしょうか、1番の桑原と4番の岩津、この2人が出まして、そして中段の位置に5番の中村博史が上がっていきました。近畿勢がどうやらスタートを控えた形で後方でまとまっていきそうです。第2コーナーからバック縦に長い展開でバックへと入っていきます。ただ1人誘導の後ろへとつけています、6番福岡坂本龍馬。ここは短期の競争です。 2,3 番手に中国コンビで、4番の岩津雄介に1番の桑原大志、この2人が2番手3番手で4コーナー回ってきました。その後ろの位置、3番の平原が中段の位置を抑えています。レースは2周回目に入りました。しんがりにいた9番の吉田拓也、番手を上げていきます。東の3者、9番の吉田拓也、3番の平原浩太に5番の中村博史、この3人でラインを組んで中段の位置、今からまとまっていこうというところです。近畿勢は後方7番手以降で、7番の三谷隆起は7番手、マーク2番の稲垣博之、8番の稲川翔と近畿勢後方待機、並び落ち着きました。短期の坂本が前で、 2,3 番手は中国コンビ岩津と桑原、9番の吉田拓也はその後ろの4番手で、後方に近畿勢7番の三谷以下、直線に戻って残りは3周青番形状を通過していきます。短期前受けになった6番の坂本龍馬で、その後ろスタートかなり牽制入りましたが、4番の岩津雄介がまずは初手2番手のスタートになっています。近況に関しては自身も少し良くないと口にしています4番の岩津ですが、ここはどう立ち回ってくるか。マーク1番の桑原大志で中国コンビ 2,3 番手です。中段の4番手には9番の吉田拓也、ヤンググランプリ以来の実戦ということになっていきます。9番の吉田、後方から7番の三谷隆起が上がっていきまして、4コーナーから直線です。2番手の4番の岩津も大きく車間を切りました。先頭の位置、6番の坂本、そして今度は内を救っていきました9番の吉田拓也。吉田拓也が2番手の位置に上昇です。これって5番手になったのは4番の岩津雄介で、7番の三谷隆起は7番手。第2コーナー抑え切っています。9番の吉田拓也です。短期6番の坂本龍馬は車を引いて中段の位置、そしてジャン7番手から踏み込んでいきます。7番の三谷隆起、三谷隆起が3番手アウトコース、ジャンの4コーナーから直線です。ブロックしていく3番の平原浩太、7番の三谷も強引に踏み込んでいきますが、2番の稲垣は中段に降りて最終周回、3番の平原浩太がブロックしていきまして、7番の三谷はちょっと苦しい体勢になりました。2コーナーからバックへと向かっていきます。先行は9番の吉田拓也、マークは3番の平原浩太、5番中村3番手、そして2番の稲垣自力に転じていきました。自力に転じて現在は3番手、そして2番手ですがバントから出ていきます。3番の平原がバント
発進か。4コーナーから直線です。先頭は3番の平原浩太、3番の平原先頭だ。追走から5番の中村博士、あとはどうか。3着は接戦になっています。6番の坂本、あるいは1番の桑原大志。10レースの特選、9番の吉田が先手を取って三谷も強引に踏み込んでいきましたが、これをガードした3番の平原浩太、最後は自分で踏み込んで迫る5番の中村を振り切った体勢です。3着どうでしょうか。内から6番の坂本、わずかに体勢有利か。吉田の番手から出た3番の平原浩太、そして詰めた5番の中村博士で吉田の後ろの2人が1着2着です。3番5番、3着争いわずかに最内、6番の坂本龍馬が体勢有利に見えます。10レースの特選、まずは人気に応えました3番の平原浩太。吉田の先行、三谷をガードしながら最後は縦に踏み込んで、まずは特選1着を取っています。決定までしばらくお待ちください。バンク内変わりまして11レースのメンバーが入ってきています。2つ目の特選第11レース、1番の木暮れ、2番の新田、そして5番の脇本にラインができそうです。11レース2つ目の特選選手紹介の模様です。5番3番8番とラインが組まれていきます。7番戦闘員を紹介しております。いずれも出走表の通り出走いたします。3番、2着、5番、3着、6番。来週レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式34270円、枠番2連勝単式34300円、車番2連勝複式35330円、車番2連勝単式35350円、3連勝複式35632330円、3連勝単式35630円、ワイド35180円、36660円、56970円。以上でございました。改めまして。